だがのこういうねあるけども、ああいう感じじゃないかったですね。明るくてものすごい高いユーモアで、それが吹き出すような笑いで、知ってるような感じなかったですね。やっぱり太宰さん仕事が一番したかった方だと思うんだけど、やっぱりいい作品をね、それはもうずっと持ってらしたでしょ。そんなに死にたがってらしたかしら。40ちょっと前だったけれども、大文豪って顔はしてたね。決して自殺し損なった人間だっていうような気配は全然ありませんでしたよ。太宰治は本当に生きることに疲れたのか、それとも最後まで生き抜こうとしていたのか。太宰治についてこれまで数えきれないほどの本が書かれた。そのほとんどは作品を通して作家太宰治に迫るものだった。去年これまでとは異なる視点で書かれた評伝が発表された。600冊以上にわたる文献の調査、新たな関係者の取材、それは太宰治の行動を綿密に追っていくことで人物を捉え直す試みであった。作者の猪瀬直樹は三島由紀夫や川端康成など自殺した大作家の人生に興味を持ち続けている。4年前太宰治を調べ始めた。果たして死を望みながら作品が書けるものなのか、自らの作家生活に重ねてみた時、新たな疑問が生まれてきた。そもそもね、作家ってのは何なのっていうね、作家とは何ぞやってのあるわけで、まあ市場社会の海に漂ってるね個人なんだけど、農業の人もね農業経営者っていうでしょ。作家もね作家経営者なんだよね。つまりやっぱり自分の書いたものが売れなければこれは継続的に仕事ができないわけで、そういう側面から作家っていうのをきちんと捉えておかないと、実は僕自身もその作家という仕事を始める時の迷いとか、それからその作品が出来上がった時の評価とか、あるいは次にどうしたらいいかとか、そういう迷いの連続でしたから、太宰も当然そういうサイクルの中で生きていたり決まってるわけで、そうすると死ぬ死ぬとか言ってるけども、実際に事件を調べていくと死ぬ気は全然ないでしょね、と僕は思ってるわけ。まあ割と僕の本で証明したつもりだけども、全然死ぬ気はない。である事件を作って、それからそれによって素材をさらにそこに付け加えて、そして作品化するというふうな繰り返しをやってきて。太宰治、本名対馬修二、20歳の時自殺未遂によって窮地を切り抜けた初めての事件が起きる。旧制高校の卒業を目前にした昭和4年12月、睡眠薬自殺を図ったのである。対馬修二は明治42年、青森県屈指の大資産家の六男に生まれた。成績の良かった修二は旧制弘前高校へ進学した。弘前市内には70年以上前修二が青春時代を過ごした下宿の部屋が今も残っている。どうすれば東京へ出て作家になれるのか、兄たちが実業や政治の世界へ進むのを横目に見ながら、修二はこの部屋で文学で身を立てることを夢見ていた。
からこうしていつも本命でいたもんでしょうなと思うのに、うん、高校時代、修二は実家の援助を受け、仲間と同人誌を発行した。文学界で派手な話題を振りまく耽美派の作家たちのように芸者遊びもしていた。真似ることが修二の作家修行だった。当時、修二に最も強く影響を与えたのが大正文学のスター、芥川龍之介だった。ノートの余白に描かれた自画像、写真を撮る時のポーズ、修二はいつも芥川を意識していた。その芥川が自殺して以降、時代はプロレタリア文学の全盛期に向かっていた。いわゆる資本家の搾取に抵抗する民の物語である。修二も同人誌に大地主である実家を批判的に書いた。修二は新聞雑誌部に所属していた。そこにはプロレタリア文学の作品を書き注目されている先輩、上田茂彦がいた。修二は自分の小説をよく上田の前で朗読した。しかし厳しく批評されるとすぐに泣いた。一番手取り早く、その文壇に出るには、あのプロレタリア文学がいいというふうにみんな思ってたからですね。彼自身にはその自信はあったんでしょうかね。それはあったと思いますよ。あのとにかく文学好き でそれから、彼はね、彼の下宿に行って分かったんだけれども、なんか太沢の三味線がかかってるぞ。それからその部屋 たたずまいでもね、なんか非常にこのまるで大山の楽屋にでも行ったような感じでね、あのひじり面の座布団があったりね、うん、だいぶ他の学生とは違ってました。上田たちと校内の雑誌に学校批判の文章を載せた直後、修二は睡眠薬を飲み自殺を図った。卒業の3ヶ月前だった。実家は大騒ぎになった。その1ヶ月後、雑誌作りに参加したメンバーはほとんどが逮捕され奉公処分になった。しかし修二は卒業し東京帝国大学に進学した。しかしよく遊んでたんですよ、その彼はね。あの出席数が足りないと卒業できないっていう、うん、ことを、苦慮してね、心配して、まあ、あの自殺の真似をしたんだと思うんですよ。本当にそれ死ぬ気はなかったでしょう。家に対する何か、なんか言い訳みたいなもんね。こういう会雑誌にちょっとプロレタリア文学っぽい景気いいこと書いちゃったわけでしょ。でそういうのでどうもその特攻がうろついてるというね、その尾行してるという情報が入ってきますから、当然その彼は首謀者じゃなくて周辺にいただけだけれども、でもやっぱり影響はあるだろうと思いますよね。だからここはうまく戦線を離脱するという作戦があったと思うし、それからまあ学校の成績もあんまり良くないということもあるから、ここで一芝居打っとくということで、早く弘前高校からさよならして東京に出ていきたいと、まあ、卒業して出ていきたいということがあったと思いますよね。自殺っていうのは一つの方法として彼は自覚すると思います、太宰治はね。作家ってのは自殺がありなんだなと。で、まあ、たまたまその窮地に追い詰められたと。卒業もいろいろと間近に控えて弘前高校でね。でちょっと睡眠薬を余計に飲んでみたと。
で、死ぬつもりはない。で、そしたら、まあ、自殺未遂ですけど、未遂といって非常に簡単な未遂ですけどね。あの長兄文治、課長の文治が、お兄さんが慌てて飛んできたわけでしょ。あ、これはやっぱりすごいことだなと。やっぱ死ぬということを、まあ、一緒に人質にするというか、そういうふうにしたら結構周りはみんな動き出しちゃうなっていう、そういうことを多分ね、そこまでは予想してなくていたんだと思うけれども、ある程度は効果を見計らってたと思うけどね、思ったより効果があったなと、すごいなっていうふうに思ったと思いますよ。自殺未遂における適正な分量、本当にたくさん飲んだら死んじゃいますから、どのくらいまで飲んだら大丈夫かという一つの実験の経験的な数値として入ったと思いますけどね。それは、まあ、もちろん後で何度も自殺未遂しようとなんで計画立ててるわけじゃないけれども、後で生きてくるんですよね。修二は上京して半年後に再び事件を起こした。鎌倉の海での心中未遂、一緒にいた女性が死んだのである。修二は高校時代に青森の料理屋で知り合った芸者と結婚する約束をしていた。その芸者が上京し、間もなく一緒に暮らそうという直前に全く別の女性と起こした心中事件だった。死んだのは田辺厚美という銀座のカフェで働いていた女性である。どこで話がねじれたのか。実家が大地主だった修二は結婚すれば財産分与を受けられると見込んでいた。しかし実家は芸者小山初代との結婚に強く反対した。修二が意思を曲げないことが分かると、実家は大学卒業までは仕送りを続けるが、分家に伴う財産分与はしないと言い渡した。事件が起きたのはそれからおよそ3週間後のことである。この事件は薬を飲んで海に飛び込んだと言われてきた。しかし猪瀬直樹は本当に睡眠薬を飲んで冬の海に入れば二人とも助からないと考えている。なぜ修二は鎌倉の海を選んだのか。二人が発見されたこの海岸は当時漁港としてにぎわっていた。こう漁港ですから、まあ、夜、夜中にここに着いてですね、薬を飲んで寝ていると、こう朝の3時ぐらいにもう船が出てきますから、もうすぐ発見されるんですね。だからそういう発見されるということを予想して、まあ自殺未遂事件を起こしたんだというふうに考えていいかと思います。それでもう一つ太宰には計算がありました。太宰のお姉さん、まあ、うんと年上のお姉さんですけど、その旦那さんがこの先の療養所で、結核ですけれども療養所にいました。だからそういう意味でここに土地勘があるし、いざとなったらそこを助けてくれるだろうという読みがあります。もう一つは太宰治のすぐ上のお兄さんがいるんですが、このすぐ上のお兄さんのその中学時代のお友達がこの鎌倉の警察署の刑事になってます。だからその人とも前に会ってますので、ここで事件を起こしたらそのお姉さんの旦那さん、あるいはお兄さんの友達の刑事、こういう人たちが多分自分を保護してくれるだろうというふうに考えたと思います。未遂事件としてうまくやるつもりだったのに、相方の女性が死んでしまいますよね。これは計算外だわけですよね。それはやっぱりショックでしょう。つまりその成功する企画を立てながら半ば失敗してるわけですね。相方が死ぬということは、これはやはり自分が殺したようなものですから、そう罪があるわけですね。で、法律的には自殺ほう助で不起訴ということで罰を受けてませんから、罪があれば罰が対応するわけで、法律的な罰を受けないとなれば心理的にやっぱり罰を受けてるという気持ちは残りますよね。
トラウマになると思いますよ、これは。修二は事件の前に初用宛ての遺書を残している。お前の意地も立つはずだ、自由の身になったのだ。財産分与のない初用との結婚はこの事件でご破産になるはずだった。しかし初用は母親の説得を受けて地主の息子修二との結婚を選んだ。二人は一緒に暮らし始めた。昭和10年、大学生として6年目になろうとする春、修二はまた鎌倉で自殺未遂事件を起こした。修二は実家から仕送りを受けながら学校へは行かず小説を書き続けていた。この年の2月、太宰治の名前で商業雑誌にデビューしたが、とても原稿料で食える状態ではなかった。そして3月、間もなく仕送りの期限が切れるという時、同じ青森出身の友人を誘って横浜へ遊びに行き、その帰り道姿を消した。太宰がいなくなり、東京の仲間や青森の実家は大騒ぎになった。しかし一緒に遊びに行った友人小舘善四郎は、横浜へ向かう車での太宰の様子から全く自殺を心配していなかった。断活だとかね、みんなね心配してるんですよね。私は死なないと思ってたけどね、車の中でね、紐がいっこうやってね、こうくるくる回したりね、でもこう取るとするとね、シュッとこう返して、そういうことは全部なんか演出してるんでしょうね。異世界の自殺の証人にね、なると思ったんでしょう。失踪から3日後、太宰は戻ってきた。首には赤い耳ずわれがあった。この自殺未遂のあと、実家からの仕送りは1年延長が決まった。太宰はこのあと文壇への足がかりを芥川賞に求めるが、願いは叶わない。芥川賞の落選以降、薬物中毒がひどくなり、病院に強制入院させられる。その入院中に太宰の想像もしないことが起きていた。弟のように可愛がっていた小舘善四郎が妻初代と間違いを犯していたのである。太宰はそのことを退院後、小舘本人の口から告白された。初代さんと間違いを犯しちゃうんですけどね、それまたね隠しておけなくて、後座にねトイレ、二人でトイレ行ったってこうしっこりしてる時なんですよね。初代さんとこういう間違いを起こしたっていうことをね、彼に告白してるっていうのは、結婚したいとかそういうことと全然違う。まあそういう、ああいうことは本当は黙ってるとそれなりね、それなりなんていうことなく、太宰夫婦もね。芥川賞の落選、薬物中毒による強制入院、そして妻の不倫。太宰治はまた心中未遂事件を起こした。初代を連れ群馬県の水上温泉に行き、薬を飲んだのである。しかし二人とも死ななかった。太宰は初代の叔父に迎えに来るよう電報を打った。そして初代を置き去りにして一人で旅館を後にした。
初代の叔父吉沢雄五郎はその時の様子を妻の蜜に語っている。部屋の中には初代が一人ポツンといて、太宰さんはどっかの宿へ移っちゃってた。でそこのね、いきさつなんかは何も喋らないんですよ、主人は。ただ小窓から見た景色が目の前まで山が迫っていて、もう雲とか霧とかがわーっとこの目の前を流れていって、寒くてすごかったなーって。でその部屋にポツンと初代が一人残されていて、まあこれが夫婦の別れのねシーンとしては、場面としてはかなりね厳しいなと思ったってことを言ってました。汽車の中でみんな髪の方を何度か振り向いたって言ってましたね。初代が向かい合わせに座ったんだよって、そうしたら目にゴミが入ったとかなんとかって言い訳してね、何回か振り向いて、泣いてたなって。力になってくれた女だったんですよ、うん、ちょっと津軽弁で喋っちゃってツーとかでしょ、面白いしさ。それで質屋から帰ってきたお金でやりくりしてお料理作ればすごく上手に作るんですって。だからね、旦さんなんかも言ってましたけど、料理は上手でしたねって言ってね、それでとってもね美味しくね食べて、もうどれだけね太宰を食べたか分かりませんって言って笑ってましたけど、そういうふうにしていたんですよ。別れ方の空間を作るというか、そういうまたこれ太宰の企画力ですけどね、それはやるしかなかったんでしょうね。まあ清算したかったんでしょう、いろいろね。初代とともに全部清算したかったんですね、今までのことは。清算っていうのは簡単にいかないですよね。こう貸借対照表です、その負債の項目がすごい多いわけですから、これはね。それまでやっぱりそのずっと弘前高校自殺未遂やって以降、その田辺厚美との心中事件、この失敗、あと鎌倉で首吊りの失敗してますよね。そして、初代と別れるという、まあ、いろんなことを含めて負債の項目がうんと多いわけですね。で負債の項目っていうのをこれどっかで、まあ、これ不良債権みたいなのを全部チャレンジしたいんだよね。それ出直さないと負債抱えたまま前に進めないとこあるでしょ。それもあったと思うよ。ウバステっていうね作品では、妻がね自分が死にたいと言ってる、それをまあ夫である、まあ、太宰がモデルですけども飛べようとしているという、そういうふうに書いてあるけれども、実際にはウバステというタイトル自体がもうそういう本音が出てますよね。つまり妻である初代を捨てるという、奪捨てっていうのはそういうことですよね。2年後、太宰は2人目の妻石原美智子と結婚する。今度は石原美智子という高学歴の有能な秘書ですね、そういう女性と結婚した。そうすると今までのこう溜まっていたものを一気にそこで吐き出してきたわけですけども、うまく書けるようになったんですね。だから、まあ、その都度その都度ね、自分の目的にあった女性に切り替えたというか、そこはもう徹底して自分本位ですね。東京の三鷹で石原美智子との生活を始めて間もなく、ついに中央公論から執筆依頼が来た。当時この雑誌に作品が載れば文壇で一人前の作家として認められた。これまで太宰は自殺未遂や薬物中毒など自分の体験をもとに数多くの私小説を書いてきた。
歴史や伝説に小説の題材を求めることもあった。だが原稿依頼は日増しに増え続けていく。太宰には新しい創作の源、何らかの素材が必要だった。太宰のもとに有明静子という女性から日記が送られてきた。太宰に憧れ、読んでもらいたいというのである。太宰はこの日記を素材として全く新しい物語を作り上げた。この作品女生徒が評判を呼び、その後太宰は他人の日記をもとに多くの作品を残していく。太宰の家に出入りしていた文学青年堤重久も弟の日記を提供した。そして「正義と微笑」という作品が生まれた。兄貴が先生、僕の弟の日記がちょっと面白いんですけども、読んでくださいって言ったら、バタラさんがその日の別れる時に、吉祥寺の日かな、別れる時に、君その日記は必ず持ってきてくれって言って、それで僕に無断で宇佐さんに渡しちゃったらしいんですよね。宇佐さんそれ全部読んでパッと書き始めたらしいんですよね。兄貴の言葉借りるとキャーって光った宝石のようなね、なんかみずみずしい日記になったって言ってましたけど、全く違ったような感じの小説だけども、でも僕のなんか家庭のなんかとってもいい幸福さというかな、幸せさというか、そういう家族の幸せとか、そういうのは太宰さんが書いてくれてよかったなと思いますね。太宰治の代表作「斜陽」も太田静子という女性の日記を素材にして書いた作品である。作品はディテールというか、本当に細部が命ですから、そういう素材を集めていくということは絶対に必要なんですね、取材行為というのは。で、イブセが、仕事上のですね、死というか、お付き合いというか、イブセのお手伝い、年齢がずっと上ですからね、お手伝いをするということがありましたね。で、イブセ松次はもう売れないんですね、彼は。だからどんなもう便利屋的な原稿もいっぱい書いてるんですね。で、時々いい仕事が来ると。で、だけど書けない、なかなか。たまたま青ヶ島対外記という八丈島の噴火の話があって、それは記録があるんですね、八丈実記という。その記録をそのまま青ヶ島対外記というところで写してるんですね。それを写すのを太宰治が手伝ってるんですね。で、そのままポーンと原稿渡してますから、あなた写せばできちゃうじゃないのっていうふうにね、太宰は思ったと思いますよ。太宰はやっぱりもう自分の作品をもう一個ステップアップしたいというか、完成度を高めたいという、そういう意味で芥川龍之介のイメージがずっとありますから、自分がいい作品を書くんだと、いい作品は必ず後世に残るんだという気持ちが強くありました。そこが井伏松次と太宰治の違いで、だから太宰治は作品のためだったら何でもすると、そこは悪感ですね、悪人ですね、ピカレスクだと思います。斜陽その他独自な作品で知られた小説家太宰治氏は6月13日山崎富江さんと共に消息を絶ちました。死の前年、太宰が発表した斜陽はベストセラーになった。死の1ヶ月前には人間失格を完成。さらに朝日新聞にもグッドバイのタイトルで連載小説を書き始めたばかりであった。多くの愛人たちと別れ、最後に妻に捨てられる男を軽いタッチで描く構想もできていた。文芸誌に1年間の約束で書き始めた如是我聞も
まだ4回しか書いていなかった。当時如是我慢を担当していた編集者野平健一は家族ぐるみで太宰と付き合っていた。そして僕のところのあれ如是我慢も1年やる約束でやってんだもん。だからそんな突然自殺するようなことになるとは全然考えてもいないよ。だからびっくりしたんで、いなくなったことで。だから女の人を殺しちゃったりさ、それは批判があるよ当然。だけど口にするわけにいかないけど、マイナス面が非常に彼はしょっちゅうしょってんだよ。だからこれを清算する時がどっかで来るとは思ってたわけだよ。だけどそれはちょっと早すぎるっていう感じも同時にあった。だって朝日はね、連載を始めて10回ぐらいなんでしょ、発表し始めて。太宰さん、無頼派とかね、言われてますけれども、あの夜中とかのこう書く方じゃないんですよ。朝やっぱりきちんと午前中から仕事なすって、それで夕方には一応パッとやめられて、さあ一杯って、そういう風でしたんですからね。林聖子は当時出版社で編集の手伝いをしていた。太宰の作品メリークリスマスに出てくる少女のモデルになった女性である。太宰は彼女の母親とも親交が深かった。うちのね、母はね、太宰さんがね、死ぬんじゃないかしらとか言ってた。あんまりそういうもんですから、私が野原さんか野平さんに、なんかうちの母はそんなこと言ってるのよっていうことをね言ったんですよ。そしたらね、それがどう太宰さんの耳にそれが入りましてね、太宰さんちょうどその時忘れもしない左側にね歩いてらしたんですよね。そしたら聖子ちゃん、僕が死ぬって言ってるんだってっていきなり言われて、私も胸がドキドキしちゃって、で私じゃなくて母が言ってるんだっていうことを言いたかったんですがね、あんまりいきなり言われたもんで何も言えなくって、もう言葉が出なかったんですよね。そしたら太宰さんが僕は死なないよ、であの子を置いては死ねないんだってそうおっしゃった。息子さんのねことだと思うんですけれど。家庭の幸福は諸悪のもとと書いた太宰だが、二度目の妻美智子との間に三人の子供を設けた。女の子が二人と男の子が一人だった。男の子は生まれつき障害を持っていた。こんなことして踊ったりするのよ。そうするとこいつはひょうきんなとこがあるやつでねとか言ってね、本当に優しい顔をしてさ、あれだけど、その編集者かなんかがお世辞に、おかわらしい坊ちゃんですねなんて言うとね、うーんなんて言ってね、少し経つとね、台所にねあるほこりだらけの一升瓶からねお酒をコップについでね、ぐっと飲んでね、またねその編集者の方にね、行ったりしてたからさ。これ三鷹の駅の近くの若松屋さんっていう屋台のうなぎ屋さんの、これのれんなんですがここいつもね、太宰さん中の方のこうベンチに座ってらっしゃるんですよ、屋台の。だから通りがこう通る人が見えるのね。私がこう会社の帰り通ると、関所だよとか言って
太宰は心中した美容師の山崎富江と三鷹の飲み屋で出会った。気が利いてよく動く富江をスタコラさっちゃんと呼び可愛がった。いつしか太宰は富江の部屋で仕事をするようになっていく。富江は太宰をできるだけ人に会わせないようにしていた。富江さん の, あの日記の中でね、太宰さんがそん随分滑血なすったり、すごい体が先生悪いっていうふうに書いてらっしゃるんですけれど、それが私とっても不思議なの。さっちゃんは少し大げさにね、あんまり太宰さん大事に思ってらして、太宰さんがちょっと具合悪いとか言うと本当にそれをまたね、しっかりもっと大変だって言って大きく受け止めちゃったんじゃないかしら。なんかそんな感じはするの。だってそんなにね、具合悪そうじゃなかったですもん。亡くなる、年の3月にね、突然過ぎ出したんだから、この部屋にね、彼女は青酸カリを隠してるんでね、君は探してくれって言うんだよ。僕はとてもそんなことで、できないって言ったの。人の教えまで上げてね、そんなものを探し物をするわけにいかないって言ったんだ。僕は断ったよ。トイレからなんか廃棄しようと思ってんでしょ。 そんなもんがあってさ、脅かされる感じになるのがちょっと彼は我慢できないんだよ。彼はその頃はもう作品がピークになるほど乗ってたんだからね。太宰が行方不明になった翌日、野平健一と林聖子は玉川上水の土手を歩き、二人の痕跡を探した。玉川上水は自殺の名所だった。あそこはちょっと歩道というのかな、普通みんなが歩く道からちょっと高く、これぐらいのこう高くなってるんですよね。でその上をこう歩いてずっと行ったら、ガラスのこういうこれぐらいのお皿が出て置いてあって、それとなんかねハサミとかね、それかこれぐらいの茶色だったかな、色のついた瓶があったんですよ。でこのお皿っていうのはね、ガラスのお皿でね、さっちゃんのところ行くとよくおつまみをね、ピーナッツなんかをそれにこう入れて出してくれてたお皿だったんで、まあ、よくあるお皿なんだけど、それであこれは見覚えがあると思って、そしたらその横にこれぐらいの幅で雨降って草がこうなってるでしょ、そこなんか下駄みたいなもんでぐーっとこうえぐったようなレール引いたようにこれぐらいの幅でねずっとあったんですよ。それでここからだって、野平さんと二人で、ここから中にね入ったんだ。作品をね書いていくということはもうギリギリの場所、やっぱり死ぬということをどっか人質にしている場所なんですね。そうすると応答で涙の谷といってね、奥さんのおっぱいとおっぱいの間が涙の谷であると、家庭は大事であると言いながら、一方で家庭の幸福は諸悪のもとだとこう言ってるわけでしょ。でこっちは日常性で、こっちはその日常性を否定する側ですね。これ両方が太宰の中にある、ね、その境目をずっと彼は生きていくわけですから、そうするとまあこちらの非日常的な部分というのは死の部分ですね。こっちは日常的な部分ですね。
両方ずっとこうだん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 選択肢がですね非常に狭いところに行くと思いますよね。で日常と非日常というかまあ普通のマイホーム主義とそれと心中事件を起こすという2つが重なり合ってるわけで、僕はあの作品っていうのはそういうどちらにも行っちゃダメだと思うんですね。死んじゃったら終わりだし書けないわけだから、うん、ね。でマイホーム主義でただ日常性だけがいれば見過ぎよすぎですから、これはその間をどうやって生きるかというか、その間に作品のおそらく一番その真実味がある世界というかね、そこがあると思うんですね、うん、それを太宰はだん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 迫っていった。常にこう平穏な日常に対して何かを投げかけていくわけですね。ですからそれが作家だと思うんですね。その場合にはだからまあ極端に言えば全ての作家がある意味では太宰治であるわけで、非常に日常的な家庭の幸福みたいなものとそうじゃなくて作品のためにあらゆるものを犠牲にするっていうもう一つの心と二つがあってやってるわけで、これをただ続けていくしかないわけですよね。太宰治は死の淵を覗き見ながら最後まで作家としてしたたかに生きようとした。私たちの前にあるのは死のうとした作家ではなく生きようとした作家の作品である。